世のグルメ食べるよの。皆さんおはようの世の本町を盛り上げる非公式キャラクター世の大観です。北世のでとってもリーズナブルにルネサンスができるお店見つけちゃいました。このガーラバー水野さんです。ランチの時はメニューがありません。シェフのお任せセットのみということで1100円でね、とってもリーズナブルなこのランチセットがあるので今日は紹介していきたいと思います。水野さんかっこいいよの。それでは入っていきましょう。店内はねこういったカウンターもありということでとっても落ち着いた雰囲気。ワインの空き瓶がねかっこいいよの。大人の隠れ家といった感じですね。さあこちらの壁見ていこうと思ったらいきなり世の大観ステッカー、今日初対面なのに水野さん貼っていただきました。本当にありがとうございます。こんなおしゃれなお店の雰囲気の中はね本当にありがとうございます。ソムリエの大会に出た時の賞状とかがいろいろ貼ってあるよの。そんなこと言ってたらですね出てきました。こちら食前酒なんですがね、アルコールは入っていないアセロラジュースが来ましたよ。とってもおしゃれな器グラスよの。とてもさっぱりしていて飲みやすかったですね。早く料理も食べたい。お主も悪よの。はい、そういうわけでねいきなり前菜が出てきました。エビのボイルとつぶ貝、岩手鴨のスモークとおつまみにうなぎを作ってみましたということです。え、これ1100円でいいんですよね。とっても美味しそうな前菜からのスタートです。え、1100円ってこれで終わりじゃないよね。はい、それでは左利きのおじさんが前菜をいただいてきますよ。まずエビが右利き用に置いてあったのでね、ちょっと左に回転しちゃったりなんかしてね、いやとっても美味しいですよ。これと身の厚いエビでしたよ。本当に1100円でいいんですかね。なんかとっても豪華ですよ。いきなり私初めて来たんですけどね、こういうお店なんですね。前菜とかおしゃれですよ。しかもお料理のこと作品ってねおっしゃってたんでね、このソースのかけ方とかおしゃれよの。お任せランチということなんでね、多分日替わりなんでしょうね。またね違う日に行ったら全然違うものが出てくるんでしょうが、この日は本当にお得でした。こんな素晴らしいおつまみを目の前にして、しかも目の前にはたくさんのワインの瓶、なんかどうしてもワインが飲みたいということでね、世の大観昼からワインを頼んでしまいました。一杯だけならいいですよね。一緒にいた奥様もノンアルビールを頼んでいたよの。世ので一番でかいでしょこのワイングラス。いや昼からすごい豪勢な気持ちになりました。しかも聞いてこのリアルの声って思わず声が漏れちゃうほど美味しいワインでした。こちらをうなぎとか岩手鴨と一緒にまたマリアージュを楽しむよの。とっても優雅な時間です。メインも食べたーよ、世の大観チャンネル。フライングしちゃいました。うわ、そう。豚肉の赤ワインと天然のタイです。青唐辛子のソースです。お皿逆じゃないっていうぐらいね、なんかおしゃれなお皿に乗ってきましたよ。豚肉の赤ワイン煮と天然のタイを焼いたやつ、青唐辛子のソースでございます。水野さん、これ1100円で合ってますよね。それでは左利きのおじさんがメイン料理を食べていきます。この青唐辛子ソースのかかったタイは美味しかった。皮がパリッパリね、身はもうふっくらもっちもちでとっても美味しいお魚でした。しかもこちら最後にライスがつくんですね。ここがなんかね庶民的でねいいですよね。ライスと一緒にね締めていきますよ。特徴的なのはこのお皿ね、本当にこちらもまた作品ですよ。横一線にねソースがかかっておりまして、天然の鯛とこの豚肉の間にはちゃんとサラダで仕切ってあるというね、
面白い作りになっているよの。この日は本当に当たりでしたね。この青唐辛子のソースが本当に美味しかった。ご飯にも合うし、もちろんワインにも合うよの。それでは豚肉の赤ワイン煮の方もいってみましょうか。こちらは柔らかい。伝わるかな、この柔らかさ。箸でねちぎれるっていうか、もう口の中に入れたらほんと溶けちゃうんですよ。どんだけ煮込んだんですかこれ。もうね、ワインももちろん美味しいんですけどね、料理がねうまい。そしてこの青唐辛子のソースをご飯にオン、これいくらでもご飯いけちゃいます。すいませんが、この丼作ってもらえませんかね。本当に美味しかったです。ほら見てね、箸で簡単に豚肉が裂けるんですよ。そのぐらい柔らかい豚肉、もう素晴らしい組み合わせ。ワインにもご飯にも合う最強のメインでしたね。青唐辛子のソースはね瓶詰めにして持って帰りたかったよの。そしてここでご飯がね足りないという事態が起きてしまいまして、申し訳ないんですがね、奥様のご飯を半分いただくということに相なりました。本当にありがとうございます。ちょっと成人男性にはご飯が少なかった、もしかしたらおかわりできたのかもしれないんですけどね。そしてね、奥様からお肉までいただいてしまいました。本当にありがとうございます。ちょっとこのね、すごいおしゃれな店内の中でおかわりっていうのがちょっと言いにくかったのでね、ご飯のおかわりができなかったんですが、皆さんね、もし勇気のある方いたら試してみていただきたいよの。奥様のおかげでね、後半のご飯、後半のねワインについてもこのお肉でね、一緒にいただくことができました。本当にありがとうございます。本当におすすめです、このお店ね。新都心なんか行ってる場合じゃないです。北与野にねこんなおしゃれなお店ありますので、ぜひ皆さんも行ってみてください。このお店のホームページ見たら、なんと12月24日今年は日曜日なんですがね、ちゃんとオープンするということで、クリスマスにおしゃれなランチもしくはディナーね、ワインと一緒にいかがですか。本当におすすめよの。1100円素晴らしい。ランチの後に食後の紅茶までいただきました。小さいカップに入っております。私の手がこれガリバーなんじゃないでしょうかね。とっても面白い対比になってます。ガラバー水野さん、美味しいランチをどうもごちそうさまです。ありがとうございます。また行きます。与野代官はまだまだ与野本町周辺の美味しいとこ、面白いとこを紹介してきますので、チャンネル登録、いいねボタン、コメント、シェアをよろしくお願いします。それではまた与野本町周辺で会いましょう。またね。